仙台市の新型コロナの感染者数は4週連続の増加で、5類以降後最も多くなりました。仙台市によりますと、今月23日までの1週間に確認された新型コロナの感染者数は、先週より4.18人増えて12.91人でした。4週連続の増加で、5類以降後最も多くなりました。地域別では、 泉区が18.13人と最も多く、次いで若林区が14人、大白区が13人などとなっています。また、乳幼児を中心に夏に流行するヘルパンギーナは1医療機関あたり10.26人と7.37人減りました。2週連続で減少したものの警報レベルを超える状況が続いていて、市は手洗いや換気など 基本的な感染対策を呼びかけています。